ボランティアについて、足の不自由な人を乗せたり下ろしたり、この車椅子を押したり引いたり、練習のため乗ってみたりする時の気をつけなければならないことなどを、私たちコスモス会員が面白く説明します。体の不自由な人たちに優しい心でボランティアできるよう、しっかり車椅子を勉強しましょう。よろしくお願いします。皆さん、車椅子って見たことありますか？これが標準型の車椅子です。皆さんが練習で車椅子に乗るときは、こんな乗り方は練習になりません。なぜなら、足に力を入れたりして本当に足が動かない人の気持ちがわからないからです。足が動かせない状態で練習するためには、足を畳んで正座して乗りましょう。乗るときにステップを踏むと危険です。この場合は倒れないように先生が横についてあげましょう。特に注意してほしいのは、歩いているときには平らに見える土地も、手を離すと車椅子は勝手に動いてしまいます。だから車椅子から手を離すときは、必ずブレーキをかけてください。あのレンゲを取ってきてくださいと言われたときに、はいはいと言ってすぐに車椅子から手を離すと大変に危険です。車椅子から手を離すときも、必ずブレーキをかけてから手を離してください。車椅子から手を離すときは、必ずブレーキをかける、これを気をつけてください。それでは今から空の車椅子をどうやって扱うかを説明します。車椅子の広げ方、畳み方、運び方を細かく説明します。まず車椅子を置いたら、ブレーキをかきます。ハンドルを持って広げます。座るところの両脇の金具を押さえると広がります。金具を押さえるときに指を挟まないように気をつけてください。ステップを上げて、中央の座るところを上に引っ張り上げます。ステップを上げる、シートを持ち上げる、ハンドルを押さえてブレーキを緩めて、そして前輪を上げて運びます。ではなぜ前輪を持ち上げるのでしょうか。前輪は小さいので、そのまま押して行こうとするとぶつかって動かなくなってしまいます。だから前輪を持ち上げて、大きい後ろの車輪だけで運ぶのが良い方法です。また椅子とかベッドから、障害者の人を車椅子に乗せるとき、絶対に落とさない方法として、こうやって両腕をつかんで2人で抱えて移します。足の方を抱える人は足首を持たないように気をつけてください。必ず膝の裏側を抱えるようにしましょう。こうやって運べば落とす心配はありません。さっきのように運ぶとき、お尻がつっかえたりハンドルが邪魔になったりするんだよ。そのために最近の新しい車椅子は、このように邪魔になる手すりを下げたり、邪魔になるハンドルの部分を後ろに折りたたむことができる車椅子もあるんだよ。これなら障害者の人も
抱えて乗せるときに邪魔にならないんだよ。またステップの角度や長さを変えたりできるようになっているんだよ。また交差障害などの人が動く片足だけで自分の力でベッドから乗り移ろうとするときなどは、邪魔になるステップを完全に左右に開いて楽に乗り移ることができるのもあるんだよ。また背もたれもその人の体の都合に合わせて角度を変えることができるんだよ。また全体の角度も変えることができる新しい車椅子も開発されているんだよ。部屋の中だけで使う軽い車椅子も開発されている。足が不自由だけど手で動かせる人が部屋の中で仕事をしたり生活するためには大変便利な軽い車椅子です。車椅子に乗る人の希望に合わせてどんどん新しい車椅子が作り出されているんだ。長い時間車椅子を押していると乗っている人のお尻がだんだん前にずれてしまいます。そんな時や抱える時と同じように両手をしっかり組み合わせて抱えてお腹を押すように後ろに戻しましょう。車椅子で道路を走るとき、砂利道や砂、このように草が深いところは前輪が埋まって動かなくなることがあります。こんな時は前輪を上げて軽い後輪だけで押し進めるか、凸凹の場合は向きを変えてバックで引くと軽く進みます。こんな段や溝は前進すると小さい前輪が落ち込んで動けなくなるので、向きを変えてバックで引いてください。慣れてきたら前輪を持ち上げて大きい後輪だけで乗り換えた方が楽な場合もあります。このような石段や硬い凸凹があると小さな前輪がはまり込んで動かなくなります。こんな時もバックで引くということを思い出してください。前輪がはまるような時はすぐに向きを変えてバックで引きます。階段はどうして乗り越えていくのでしょうか。3段ぐらいの階段ならボランティア1人でできます。前向きではこれ以上上がれません。そう、向きを変えてバックです。車椅子を傾けるときはいきなりではいけません。乗っている人に今から後ろへ傾けますよと知らせてから足と手で傾けて、ハンドルの曲がっているあたりの根元を握ってバックで引き上げます。上がり終わって前輪を下ろすときも足で支えながらゆっくりと下ろします。これができたらボランティア一人前です。乗っている人が重くて一人では無理と思ったら、両脇と
前後を2人か3人で抱えて段差をクリアすることもあります。絶対にやってはいけないこと、すぐに遊び気分で騒ぐものがいます。車椅子は遊び道具ではありません。大きな施設などでは一度にたくさんの車椅子の人を運ばなくてはならない時があります。これが一度に3台の車椅子の人を乗せができるリフト付き自動車です。施設ではお花見で武蔵公園に車椅子の人みんなで出発したり、お祭り見物に出かけたり、このリフト付き自動車が活躍しています。ここは西条総合福祉センターです。ここにも車椅子マークのついた駐車場があります。こちらは普通の駐車場です。この車椅子駐車場の黄色い線はどういう意味でしょうか。後で車椅子の石村さんが実際に自動車から車椅子を下ろして乗り換えるところを、東部中央市から車椅子で生活している石村健さんがコスモスの勉強会にやってきました。石村さんが福祉センターの車椅子駐車場に駐車して、自分の車椅子を自動車から降ろして乗り換えて福祉センターのコスモス勉強会へやってきます。どんどんやってください。この様子を見れば、車椅子駐車場が普通の駐車場より 1.5 倍くらい広く必要なことがわかると思います。もし黄色いマークのところに普通の車が止まってしまったら、石村さんは車椅子に乗り換えることができません。あなたはこれからも車椅子に乗る人の都合をたくさん勉強して、施設のお年寄りの車椅子散歩ボランティアなどが楽しくできるようになりましょう。